本日は私のおすすめスポットをね、紹介していこうと思います。そうです。私がよく行くのはこちら、満喫でございます。いや、満喫といえばですね、ホテル代わりというか、終電を逃してしまった時にどこに泊まろう、わ、満喫がある、みたいなそういうイメージがあるかもしれないんですが、私はですね、結構こう昼の時間とか、あとは仕事の空き時間とかで、まあ1時間2時間ちょいちょいと利用することが多いです。まあなぜなら最近の漫画喫茶というのは非常に入りやすく、リーズナブルで、そして機能性が充実していると。非常に太鼓判を押したい。うん、飲み物飲み放題で、漫画も読み放題。なんと素晴らしきことかな。ちなみに私はカルピスソーダが好きなので、カルピスソーダを乗って移動しております。さらに、まあ漫画喫茶というと結構、半個室。パーテーションで区切られていて、まあ、上の方ちょっと見えちゃうよみたいなね、そういう場所を想像するかもしれないんだけど、この通りオートロック式の完全個室、最近こういう場所結構増えてます。非常にね、こう私のような、まあ、なんか隣から物音がする、気になるみたいな、そういう人にはおすすめ。本当に一人の世界を楽しめます。ちなみになんで漫画喫茶によく来るのか、はい。まあ、それに関してはですね、もちろん漫画がめちゃくちゃ好き。毎日、だいたいアプリで漫画を1日あたり3、40種類は読んでますかね。っていう、もう大の漫画好きっていうのと、まあ、あとは仕事柄、結構謎解きイベント、脱出ゲームイベントっていうのを作っている仕事をしているんだけど、そうするとね、コラボとかするんですよね。ありがたいことに。うん。だからね、漫画とかアニメは、毎日チェックするようにしております。では、せっかくね、こんなところに来たのでね、私のおすすめ漫画を紹介していこうと思います。だいたい、今流行っているアニメとか漫画は網羅しているつもりでございます。あ、ちなみに私148センチ、まあ。なかなか上の段まで行くと届かない。一応ね、脚立もあるんですけれども、脚立があってもなお届かない。さあさあ、つま先立ちをして取っていく。と、あ、取れましたね。では、目がついたものの中からね、漫画の方を紹介していこうと思います。まず一つ目、王様たちのバイキング。こちら、天才ハッカーと天才投資家の話でございます。ちなみにこちらが好きという方には、トリリオンゲームというね、こちらの漫画もおすすめしたい。次、株式会社、マジルミエ。こちら、ジャンププラスで現在も連載中。非常に可愛らしい、しかし、お仕事漫画でございます。よくできたお仕事漫画、ぜひ、老若男女に進めたい。続いてはこちら、推しの子。こちらもですね、ジャンププラスで連載中でございます。ぜひね、マジルミエと共に見ていただきたい、ちょっとダークなアイドル漫画でございます。続いてこちら、チ。こちらはですね、確か漫画大賞に選ばれていまして、史実に基づいた、そうですね、地学だったり、まあ、宇宙の神秘というものを学べる名作品でございます。続いてこちら、タコピーの現在。まあ、こちらね、まあ、問題作というか、超大作といいますか、上下で終わる作品でございます。そして、毎回毎回驚きがある。本当にだれない。そして、驚きの連続、非常に読み応えがある2冊となっております。ぜひ。続いてこちら、かぐや様は告らせたい。こちらは先ほど紹介した推しの子の、赤坂赤さんが、書いてらっしゃる、そのような作品でございます。甘酸っぱい、甘酸っぱい、いいね。もう勢いがいい。青春ものでございます。そして最後、どうしても紹介したい漫画、こちら、鴨の橋ロの禁断推理、こちらなんですけれども、そうですね、私、謎制作をさせていただいていて、このようにですね、もうありがたいことに、私の名前が実はあんな本やこんな本に載ってたり、載ってなかったりしてます。ありがたい、漫画の方に私が作った謎も載ってるんで、よければご覧になって遊ばせ。天野明先生はちなみに、カテキョーヒットマン、リボーなどでね、非常に有名な先生でございまして、その方が今連載されている漫画です。はい、ということで、大量大量、豊作豊作、帰宅しました。やっぱりこの個室が落ち着くよね。うん、なんか実家に帰ってきたかのような安心感。非常に良きかな。ということで、まあ、さっきはね、こうパパッと漫画を紹介したんだけれども、こっからは私がじっくりと読みたいと思った、そのような漫画たちを、まあ、紹介しようと思います。はい。まず第1作目。ハンターハンター。言わずと知れた名作。そして迷っている方の名作でもございます。上から目線っぽくて申し訳ないんだけど、本当に綺麗なイラストですよね。いやーにしても一巻でちょっと見つけちゃいましたこれね。富樫先生の写真、なぜうさ耳なのか、まあ、非常に写真からね、個性がにじみ出ているものでございます。ちなみにこちらに書いてありました作者コメント、連載を持ったからには逃げません多分と書いてありました
いや、過去の富樫先生に現在の2022年のね、ツイッターの方を見せたいですね。あ、知らないよっていう方、ぜひ富樫先生で、ツイッターで調べていただくとですね、まあ、ちょっとずつ、ハンターハンター、まあ、執筆中ということで、まあ、いろんなちょっと情報が出てきますね。ちなみに富樫先生はですね、セーラームーンの作者さんと結婚されていることはご存知でしょうか？うん、一巻を読むとね、本当に、感慨深いんだけれども、そのセーラームーンの先生の、ちょっと直筆のね、セーラームーンの絵なんて載ってます。今日はカラーを手伝ってもらいました、みたいな。ああいうの見ちゃうとね、なんか、いいな、夫婦で漫画、こっから結婚したんかな、みたいな。いろんな、こう、妄想がはかどって非常にいい。やっぱ一巻好きですね。うん。続いてこちら、アイシールド21でございます。はい。これも名作中の名作、本当に大好きな作品ですね。まあ、一巻を読んでもね、やっぱ勢いがすごいよ、勢いが。勢い。うん、わかる。まあ、アメリカンフットボール。通称アメフトを、まあ、テーマとした漫画でございまして、まあ、冴えない主人公がアメフトを通してどんどん成長していく物語です。もう王道にして頂点、もうめちゃくちゃジャンプしてる。非常に好きな作品です。やっぱね、改めて見るとね、目が綺麗なんよね。うん、私、もともとね、実は漫画家になりたいっていう夢があったぐらい漫画がすごく好きで。だから最初に絵の綺麗さとかね、結構見ちゃう癖があるんですけど、やっぱすごい丁寧で、上から見せるみたいで、本申し訳ないけど、本当に惚れ惚れするぐらい。で、あとはすごい大胆なカットとか、名作です。もう勢いで読ませてくる。本当に大好きな作品。続いてこちら、バキ。バキでございます。こちらのバキというのはですね、格闘漫画でして、主人公ハンマバキが格闘技を通じて、まあ、成長していったり、いろんな人と出会ったり、という、まあ、そのような作品です。まあ、かなりこうテレビアニメ化もされていてですね、あとシリーズも確かバキ、ハンマーバキ、グラップラーバキ、バキドーとかまあいろいろありまして、まあ、かなり、長期にあたって皆さんに愛されているという作品です。結構私ね、周りにはバキって言って話があんま通じる人がいなくて悲しいんですけど、まあ、仕事柄ね、謎解きとか作っていて、結構知的な、そういう頭脳プレイ系の漫画を読んでいると思われがちなんですが、肉弾戦大好きですね。血がたぎりますね。止まりませんね、手がね。ちなみに私がおすすめのバキのシーンとしては、やっぱバキの母親の、シーンですかね。本当に母親がすごく好きで、人間臭くて、なんというか、本当に好きなキャラクターですね。すごい泣きました。続いてこちら、一週間フレンズ。こちら、青春ものですね。青春ものなんですが、少し、まあ、一週間フレンズという名前だけあって、まあ、わけありというか、まあ、いろんなドラマがあるというものでございます。バキとは打って変わっていきなり青春ものでね。温度差で風邪ひきそうって感じなんだけど。いや、こちら結構私にとってはね、思い出深い作品で。そうなんだよね。最終巻だけね、読んでなかったんだよね。ね、高校生の頃仲良かった男の子がいて、その子が、すごくおすすめして貸してくれた。それが一週間フレンズなんだ。だけど、まあその思春期特有のこじらせ方だったり、まあ男女間のなんちゃらだったり、まあ友情の決裂だったりなんだかあって、6巻まで借りたところで、全然話せなくなっちゃったんだよね。最終巻見せろよと。あと1巻で終わりだったのにと。そういう思い出がありまして。やっとね、見れましたね。もう5年越しぐらいやで。こんな作品やったっけと思いながら、ちょっと、あーって読みましたね。急に思い出したわ。最終巻だけ読んでないの。まあぜひ、こちらもね、ほっこりする話ですね。うん。気になったよって。あと、このような絵のタッチも非常に優しい絵で、主人公たちも優しくて、心がほっこりすること間違いなし、ぜひぜひ読んでみてください。最後にこちら。タコピーの現在。いや、さっき紹介したやろがいと。いや、紹介したんだけど、何度も読みたくなる。それがタコピー。そうなんだよね。あとは、まあ、本当に私こちらが、ジャンププラスっていうアプリケーションで連載されていた作品で、本当にね、いい意味でも悪い意味でも、すっごく話題になった作品。私は大好きだけどね。大好きで、もう連載が始まった当初から、絶対これはバズるなと。めちゃくちゃおもろい、ある意味挑戦だなと思って、ずっと追ってたからさ、付録とかね、よくあるじゃないですか。コミックスだからこそついてくる特典。
漫画とか、そういうのあるかなと思って改めて見ちゃいましたね。改めて、まあ、それだけ確認しようと思ったんですけど、まあ、読み進めるとですね、やめられない、止まらない、まあ、これがタコピーの持つ魔力といった感じで、もうすっかりねこれを読んでたらもう時間がなくなっちゃいましたね。正直もっともっと紹介したい漫画がたくさんあったし、全然読み切れなかったんで、まあ、また来ようかなと思いますわ。やっぱ住みたいね、満喫に。でももうさ、食べ物もある、飲み物もフリー、そして完全個室、もう天国だよね。私どうにもならなくなったらちょっと満喫で住みたい。よくない、よくないかもしれないんだけど、そのぐらいね、あの大好きな場所で、そして居心地が良い場所でございました。ありがとうございました。まあなんでね、ちょっと満喫ってなんとなく入りづらいなと思っている方も、ぜひまあ一人でちょっと世界に入りたいなとか、まあちょっとね仮眠取りたいななんて時も本当におすすめです。ぜひぜひ満喫ライフを送ってみてはいかがでございましょうか。ではバイバイ。